はいこの字はもう皆さんよく見ていますね思い出しましたね、えー、足し算引き算掛け算そしてこの割り算の割るという字ですね、えー、ここに文章があります読んでみましょうボールがぶつかって植木鉢が割れてしまいましたとあります誰が割ったのかなさあきっとボール遊びをしてしていて隣の玄関の植木鉢でもや割ったんでしょうか これをね、をガー、ここがガーでしょうで。こちらもガーがあるでしょう。ね、この赤のところをね、ちょっと今度工夫してもらうためにちょっと先生が変えてみます。ボールガーの代わりにここをボールオにしたらどうなりますか。今はボールがぶつかってですが、今度ボールオにするんです。そしたら皆さんどうなります。ボールをボールをぶつかっていたおかしいですね。その場合どうなるかな。はい。 わかりますね。ボールをぶつけてで、こうなりますね。次、こちら。ここ、ボールをぶつけて植木鉢が割れてしまいました。ちょっとおかしい感じですね。ボールをぶつけて植木鉢が割れてしまいました。ボールをぶつけて、この場合に、ここはガーと側でした。今度、うん、そう、大いっぺん入れてみましょうか。はい。 ボールをぶつけて植木鉢を次どうなります割ってとなるね割れてではなく割ってしまいましたとあとはずっと同じですはいこのようにここの側とこの側が対応していますねこれを大に変えるとこの大と対応する場所がの字がまた大に変えないよう,うと しっかりした正しい文章にならないさあそれではこの悪という字の方へ入っていきますよ悪、えー、この恩の方は勝つと読むんです、えー、一つの土地を二人にきちっとこう分けるときに分割すると言いますね分割とこう勝つと言いますこれは十書いてそれから二書いて口ですよそしてリットをね分割 分割それからみんな算数でやりましたね割合あるいは普段でも使うね割合いい楽しかったねとかいうような時に割合を使うね、はい、この割合のこういう熟語があるということを覚えておいてくださいね。さあで一つだけだったのでしっかりこの字を覚えてください。書く順序も間違えないでねちゃんと書いてくださいよ。